じゃあ次、39番の方ですね。お名前、人狼歴、それから自己 PR をお願いします。はい、おはようございます。おはようございます。萌えと申します。田んぼの田の田で、あとは鍋萌えがひらがなで、役者として今活動しております。よろしくお願いいたします。人狼歴に関しては、その役者仲間で2年前の夏ぐらいに対面で、まあ、対面身内村みたいな感じで12人ぐらいでやりだしたのがきっかけで、その時はまあ何戦やったか覚えてないですが、半分プレイヤー半分 GM みたいな感じでやってました。で、ガチめにやりだしたのが去年の9月からで、スカイプ人狼をですね、 SE を使ってやってる、まあ、スカイプ人狼ニコニコ本部とかで配信されてるような村によく出ていて、非配信の村では、まあ、ルルサバとかも使ってやったりもしています。で、自己 PR なんですけども、まあ、趣味がいっぱい、ダーツとか麻雀とかあるんですけど、まあ、今回応募をさせていただいた理由が、そのダーツ麻雀のようにメジャーな、人狼がメジャーなものになればいいなと思って応募させていただきました。で、特技はそこで言ったら、私モーパイが結構多分普通の人よりができます。ただそのマンズの4、5あたりがちょっとあってなるぐらいですけど、モーパイ得意です。でもそれちょっと披露しづらいので、私もともとミュージカルとか結構やってるので、今日は、じゃあ2曲ちょっとワンフレーズワンフレーズぐらいで、いいですね。なんか自分からグイグイ来てくる。劇団四季のライオンキングよりとか、そういうのメジャーな部分じゃなくて本当申し訳ない。ちょっと自分が出ていたやつで、はい、オズの魔法使いでちょっとドロシー役やらせていただいてた時期があったので、その時に自分のカンサスっていう村から出れないこのうんっていう気持ちを歌ったの、本当ワンフレーズだけですけど、はい、ちょっと流れますいきます。見上げれば青い空、何もない、見渡せば広い牧場、何もない、以上です。結構怖い。もう一個、まあ、ちょっとそれは私戦隊ものでアクションとか結構やってたんですけど、はいはい、まあ、四季っていう役の春役やってて、その四季っていうので、四季折々って曲があったので、ちょっとそれも冒頭だけ、ちょこっとだけ歌います。ちなみに戦隊役の、敵チーム、味方チームですか？あ、味方の方のリーダーでした。リーダーを。すげえ、すげえ。じゃあちょっとワンそっちもワンフレーズ。主役じゃない。いきます。桜、ひらひらと、散っては水面を揺らす。ひまわりさんさんと日を浴び背を伸ばす。以上です。すげえすげえ。キャラがガラッと変わらないと、すごい、モーパイから戦隊モノマネ、まあまあこれはいい、なんでも日はすごい、もうでも全部分かる、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。39番の方行きましょうかね、はい、39番の方、何か田辺さん、はいはい、まあ、アカウントとかに大福おかめとかって書いてあるんですけど、はい、これはなんかそのおかめ顔だからですか？そうです結構グサって言いたい前回その今大福おかめの前は太陽神ってなってたんですけど、私結構やっぱ舞台をメインに今活動してるんですけど、集中稽古になるともう朝早いんで結構すっぴんで行ったりとかするんですね。そうするといつもこれバッチリメイクしてたのを、初めてすっぴんを見た共演者の方々がいろいろコメントくれるんですけど、それで前回はなんか太陽の神様みたいだねって素で言った人がいて太陽神だったんですけど、この間の舞台の時はなんかそれもう芸名大福おかめに変えたらみたいな言ってくれていたんで今大福おかめにしてます、じゃあ例えば舞台の本番、はい、じゃあ人狼アイドルとしての舞台の本番ではなくて、舞台のお仕事のオファーがありました、はい、それと例えば人狼アイドルになって人狼アイドルのまあ何かしらのステージないしはイベントことがありました、どっち取りますか？先に来た順ですかね。ごめんなさい、めっちゃリアルで答えてくださいって。だだだだ、年に何回ぐらい高橋さんね。今年は5本ですかね。1回やるとどれくらい拘束時間ですか？正直、いや、来ていただいてます、お客さん。自分のお客さんっていう。自分のお客さんですか、はい、まあ、50行けばいい。50行けばいいぐらいですかね。はい。ワンステじゃなくても投資で。投資で。投資ですね。やっぱ、同じ月に2本やったりとかすると、やっぱ半分半分になっちゃう。
っていうのもあるんで、まあ行って50とかですかね、いつも、はい、まあね、ちょっといやらしい話、僕ら営利的なところだとそこすごく気になりますどれだけこの人呼べるのか、やらしすぎるやらしすぎる大事ですよね、数字やらしすぎる、50に入るのか、俺のワンステカ投資であるけど理解しろこっちを掘り下げるなるほどですね、はい、分かりました、はい、結構ミュージカル長いんですか、このやって。いやでもミュージカルが3年前にやったのが先ですかね。その前まで本当ずっとポップスとか歌やってて、でそれから芝居始めたって感じですね。全然人狼への愛もちょっと聞きたかったんですけど、何かありますか、はい、人狼の人狼への愛というか、まあ、人狼への愛、私やっぱいろんなコミュニティで人狼好きって言いすぎて、なんかもうちょっとみんなにドン引かれてるんですけどなんかでも今まで私アカウント人狼のアカウントもあって、でも今田辺萌としてのアカウントでメインでやってるんですけども、そっちの方のアカウントで人狼人狼つぶやいてたら、地元の友達とかが人狼にすごい興味持ってくれて、結構じゃあ今度やろうよっつって、会って人狼会しようっていう話も今出てますね。うん、でも結構広めてくれてるんですね。はい、わかりました、はい、分かりました、ありがとうございます。じゃあはい、39番の田辺萌衣です、さっき人狼と舞台の仕事どっちを選ぶって言われたんですけど、私来週の16日本当は稽古ありますが、受かったらこっち来ます。おー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 、はい、すごいじゃないです。なんで皆さん応援よろしくお願いします。はい、じゃあ読んでいきます。39番の方、はい、大福さんですね。まあさっきのそのはい、おかめさん活動で、まあ、人狼を選ぶとか嘘をつくとかっていうのもあったんですけど、嘘をつくのは得意ですか。苦手ですね。苦手ですか。彼氏はいますか。いません。それを聞きたかったんです。それをじゃあ僕、保険的なやつじゃないですか。いや違う違う、なんかちょうど結構僕なんかいろいろ見れそうだなとは思っていて、なんかもしかしたら本当に彼氏がいたら彼氏見てるかもしれないけど、レスでああってなったりとかしたら、それでもしかしたらこうファンの人とのコミュニケーションの時になんかこうね、いろいろ見たりとかするかなと思う。人狼プレイヤー疑うからダメですね、これね。そうですね、別にどっちでもいいんですけどね、いても彼氏いても彼女いても同性愛者でも全然構わないです。募集中です。もう一回、劇、ミュージカルなんか見たいんですけど。心配、はい、なんかあります、その過去やったやつで。ライオンキング好きすぎでしょ。毎回切れてるっていうコメント。なんでもいいんですけど、過去やったやつなんか。毎回切れてるっていうコメント。私の声切れてた。はい、じゃあ、何でしたっけ、その、なんか。ミュージカル。ミュージカルの曲の方がいいですか。なんでもいいです。なんでも自分が。じゃあ、歌いやすいので。じゃあ、歌います、最後に。何歌います。天城越え歌います。おーおー、そんな感じですか。離れますね、歌います。何があってももういいの、くらくら燃える血を張って、あなたと越えたい天城。うまいうますぎて音が割れちゃうっていう。